どうも、さかなです。今日も動画をご覧いただいて誠にありがとうございます。さて、今日はですね、こちら 50mm のね、F1.4GM レンズについてご紹介していきたいと思います。以前にね、結構小型で写りがいいっていうことで、50mm の F2.5G をご紹介したんですけれども、その後結局、大口径レンズで、かつ GM っていうのが気になって、この 50mm GM 買ってしまいまして、もうめちゃくちゃいいんでね、ちょっとご紹介していきたいと思います。まあ金額的に確か20万弱ぐらいのね、結構お高いレンズなんですけれども、キレよし、ボケよし、表現力よしで、重さも結構軽いというところで、文句なしのレンズで、これ買ってから、ズームレンズも、他の、まあ、中望遠にしろ、広角にしろ、他のレンズ全然使わなくなっちゃったぐらい、まあ、気に入っているレンズでございます。で、まあ何がいいかって、下手に撮るのが難しいなんて言われてるっていうぐらい表現力が高いレンズっていうのがあって、ちょっとこうアンダー目に撮った時のうまくね、ちょっと言葉で説明することができない空気感の表現というか、そのあたりがすごくね、よく出るレンズなんで、ちょっとね、作例を見ていきたいと思います。これがライトルームのね、50mmF1.4GM で撮った、まあ、写真の一覧なんですけれども、見ていただきたいのが、こちらですね、これ。適当にホテルのラウンジで机の上にこう乗せたね、ご飯というか、まあ、おつまみみたいなものを適当に撮っただけなんですけど、なんかすごくこう粘り気というか湿気のあるようなね、湿度の高い写りがしてて、これっていうのはやっぱり GM ならではなのかなと思うんですよね。で、拡大してもね、バッチリ改造してますし、ちょっとフォーカスから外れた部分は、こう、綺麗にボケてくれるということで、この1枚で正直 GM めちゃめちゃ好きになった1枚なんですよね。あとは、まあこれも同じように適当に撮っただけなんですけども、やっぱりこう、ちょっと暗めにね、撮った時のシャドウ部分の湿度感というか、そういうのがすごく綺麗に映るレンズなのかなと思います。その他が、まあ普通に綺麗な景色を思いっきり逆光で撮ったものなんですけど、綺麗にね、ビルの部分だとか改造してますし、これちょっとトリミングしてあるんですけど、逆光体制も申し分なしで、綺麗にこの波の模様なんかも出てて、シャドウ部分のね、このビルの改造感なんかも、もう全く問題なし。それでいて、空のね、青からオレンジに変わる部分だとかもすごく綺麗に描写してくれてるんで、もう本当にめちゃくちゃお気に入りのレンズでございます。あとはね、ちょっとこの辺妻に怒られるんでアップにはしないですけども、まあ、こういったやっぱ逆光体制だとかもめちゃくちゃ強いんで、思いっきり太陽の真後ろにある信号もね、あんまりフレアとかゴーストが出ることもなく、フリンジもね、全然出てないですよ、これ。パープルフリンジの色収差っていうね、よくこう逆光だと、こう枝の周りに変な色が出たりするんですけど、そういうのが全然出てなくて、すごい綺麗にね、この上の若干の青からゆっくりオレンジに変わっていくグラデーションだとかもすごい綺麗に描写してくれてるんで、もうめちゃくちゃお気に入りですね。あとは、あ、これですね。これどっかこう茅ヶ崎かなんか行った時にサーファーの人ちょっと後ろ姿撮らせてもらったんですけど、やっぱ F1.4 なんで、ある程度の距離があるものを撮っても背景とね、被写体が綺麗に分離してくれて、なんかこう適当にパッと撮っただけなのに被写体が浮き出て背景綺麗にボケるという表現もしやすいですし、ボッケボケでいくならやっぱこうね、ガラスのレンズのちょうど、これどこにピント合ったんだろう、このマグの取っ手部分ですかねにピント合わせると、もうかなんかふわふわの別世界観のある表現ができるっていうところもあって、すごく気に入っております。はい、というわけでね、今ね、いろいろお話しながら作例見ていただきましたけどもね、いかがでしたでしょうかね。もうとにかく個人的にはいい写りをするとしかね、言いようがなくて、すごくおすすめでございます。で、重くて持ち出さない可能性あるかなってちょっと思ってたんですけど、全然つけてみるとね、そんなに重くなくて使い勝手もいいので、すごくおすすめです。で、当然ながら絞りリングもついてますし、絞りのね、ロックするレンズ、ロックするレバーだとか、クリック感の
オンオフをするボタンだとかもついてるんで、まあ、あのビルドクオリティっていうところでも非常に高くていいかなと思いますね。でピントリングは結構柔らかめに動くんで、さっとフォーカスを合わせられるかなと思います。であえて不満をね言うとしたら、なんで一番この真上にてっぺんにボタン持ってきちゃったかなと、もうその部分の見た目っていう部分だけでちょっとあの自分は好きじゃないかなというところです。このボタンあんまり、使わないんで、自分はちょっとこの真上に持ってくるのはやめても欲しかったかなというところでございます。はい、というわけでね、あんまり厳密な検証とかそういうのじゃなく、使った感覚で本当にすごくいいレンズなので、ぜひ一度手に取っていただきたいレンズだと思います。で 50mm ってやっぱりね標準レンズなんで、引けば広角、寄れば中望遠ってねいうような、感覚的にですけどね、使い方っていうのもできるんで、もうこの 50mm だったらもうこの GM カット系は間違いないというところで、ございます。50mmF2.5G と 90mmF2.5G だけでいいなんていう動画出しちゃってるんですけど、ごめんなさい、この 50mm を買って 2.5G の方は売ってしまいました。やっぱりね、GM の表現力にはかなわないかなというところで、今は 50mm この GM1 本で楽しんでいるっていうような状況です。はい、で最後にね、あまりお話ばっかりしてもあれなんで、作例をお見せして終わりにしたいと思います。今後もですね、こういったレンズのお話だとか、後ろにいっぱいあるカメラバッグのお話だとかしていきたいので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。またね、コメントでたくさん絡んでいただけたら嬉しいので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それでは作例を見て、終わりにしましょう。バイバイ。